TDR さんの動画見ました。YouTuber 育成ってやつね。育成するもんじゃないだろうって思ってさ、なんか YouTuber 育成講座ってもう金稼ぎとしかやってないよね。何なんだろうなって俺思っちゃうけどね。見ててちょっときつかったね、商品紹介の仕方とか見てたら。あ、寒って思って。 YouTube なんかカメラ買って動画投稿、スマホ1台で動画投稿できんだから、育成なんかしなくたっていいんだよそんなんって話よ。ということで なんつうんだろうな、ちょっとね、なんで今ね、そんな、ということでって終わろうとしてるかって、イヤホン挿したままちょっとね、動画始めちゃったわけ。イヤホン外すとね、動画終わっちゃうんだよ。まあ、試してみようか。はい、行くよ。ここで、行く。あ、終わんなかった。終わんなかった。終わんなかった。もうたまにね、これ終わっちゃうんですけどね。まあいいや。まあマイク付きにするといけないのかな。多分マイク付きがいけないんだ。いやまあなんだろうな。いやもうみんな好き勝手やりゃいいのに、ルールとか守った上で。そんな数字なんか取ろうとしなくていいでしょ。よくわかんないんで俺も、なんで YouTube やってるか。人気になりたいからっていうわけだけど、みんなにこびる感じの動画も出したくないし、まあそんなね、まあ、適当に続けていきますよって。だから育成なんかしなくていい。タカキン TV じゃなくて、なんだっけ、あの炎上したしちゃった男の子、あしゃ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 みたいな感じで、それコルバルトじゃないぞ、コルバルトみたいなやつがいたじゃん、テレビで。何してんだよって思うけどね。そいつに言ってるんじゃない、それを特集したテレビに言ってんだよ。そんな特集しなくていいだろって、かわいそうだろと。なんかめちゃめちゃネットで叩かれてんじゃん。それを教えた講師をね、怒ればいいと思う。もう俺まず YouTube でレビュー系ってめっちゃむずいと思うんですよ。いろんな人がレビュー系を独占してるし、数字の集まりそうな人気な商品でも上の層がもうガッチリ取っちゃってるんですよ。だから専門性が問われるんですよ、やっぱ YouTube。 もうその時代は終わりつつあるかもしれないけど、やっぱもう特化型 YouTuber しか伸びないっていう時代ももう終わるかもしれないけど、ちょっと前の話だから、すする TV さんだってラーメンだけやり続けて、まあそこそこ人気出てるわけですし、やっぱね、それでも特化型って重要なんですよね。だメントスコーラ TV みたいな誰か作ればいいじゃん。毎日メントスコーラして分析するんだよ。どういう条件であればメントスコーラがいかにその被害を、一番小さい状態でメントスコーラをどうすればいいのかとか、被害っていうかめちゃくちゃね大きくブシャーってやるにはどうしたらいいかとか、ね、なんかもう理系的観点から見た人のなんかそういうチャンネル伸びそうですけどね。あくびと見せかけて熱々おでん食べてる人のモノマネかと思ったら、やっぱりあくびをごまかしてる人だった時のモノマネでした。いやもう特にコメントないですね。いやでもその PDR さんの動画見てさすがに見れなかった俺は。その寒いよな育成なんて。自分で好き勝手やりゃいいじゃん、そんな YouTube なんか適当にやりゃいいんだよ。そんな育成なんか大層なもんじゃねえかな YouTube ってなんか底辺が語ってますけど、なんでもいいんですよ動画なんか。あ、やばいやばいやばい、そうだった。
なんで俺スプラトゥーン消してるかって、そのね、著作権違反になるんだ。まあ、これで著作権違反になるか分かんないけど、だから音消してるけど、今入っちゃったせいで著作権違反で怒られちゃうかもしれないけど、まあその時はしゃあがないな、しゃあがない。六面ステーションさんもね、あれだね、なんかもう時給15円だって、あんな面白い動画作ってんのにって思ったけど、一見つまんなそうなんだよな、六面さんの動画って。中身は面白いんだけどな。でもその前のブログ書いたやつ何なんだろうね。そのこの世界のどこかには日給15円で暮らしてる人もいるんです、それは私たちのせいなのかもしれないって、何ぬかしてんだよって俺思っちゃったけどな。でそれはそこの国が悪いんじゃない、なんで日本人のせいにされなきゃいけないんだよって、はあって思わない？そういうの、いや国のトップがいけないんだろうと、なんで俺たちのせいにされなきゃいけないんだよって俺は思っちゃった。でその理由も教えてくれてないからさ、まあそういうブログあるんだろうけど、もう俺はそろそろ初めから前回で、そう、そろそろ1日1時間ウォーキング日記とかやろうかな。1日1時間歩くだけでも全然違うんだってさ。あ、違う違う、1時間っていうのは最長で、うん、そうしよう。俺も1日1時間ウォーキング日記って住所バレるやないかい、うん、1時間歩けばいいんだよと、歩き続ければ。きついな1日1時間きついな、もう全然歩いてねえもん、引きこもってから。でも最初フェルミ研究所っていうのやっぱいいよね。根拠はどこにあるか分かんないけど根拠ありそうじゃん、フェルミ研究所。俺好きですよフェルミ研究所、うん、面白いからな、あ、もう面白いっていうね、見ちゃうよね。ランキング系結構見ちゃうよね、電撃ランキングとか明日の話題とか、うん、いえ、思ったけどなんかバーチャル YouTuber 見たいとは思わないけど面白いよねあの人たちね。声優さんやっぱ声優やる人ってやっぱぶっ飛んでんのかな、面白いな、ワードセンスなり面白いわ。まあ元がプロだからな、声優さん雇ってやったりとかしてでもゲンゲンチャンネルはやばいよな、あ、面白すぎだよなあれ、うん、ゲンゲンチャンネル面白くねあれ。新たな新天地へ向かうゲンゲンたちっていうね、ゲンゲンは一人じゃなかった、だからもうリセマラなんだろうねあれは、面白いなヒカキンさんも面白いって言ってたけどね、ヒカキンさんの動画面白いとは思わないんだけどなんか見ちゃうんだよね、うん、セイキンさんも面白い動画ってね、俺の動画なんだよ、俺以外の動画そんな面白くないからさそれは嘘だけどね。俺たまにすごいもんね、1日4本投稿とかするもん、多分この後気分が乗ればまあ多分乗ってないですよ、全然気分乗ってないで、そう、まあ、特になんかやることないな、よし、一回おしまいにするか、ダラダラトーク。